はいどうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えているわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説、考察していくっていうチャンネルとなっております。えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、まあ、松本人志さんがですね、出演したくなった後のですね、ワイドナショーにですね、まあ、この度ですね、ベッキーさんが出演したわけなんですよね。そしたらですね、なんとベッキーさんがですね、SNS のトレンド入りするかようにですね、炎上してしまいました。はい、まあ、今回はですね、なぜベッキーさんは炎上したのか、なぜですね、 松本さんのことを許す人がベッキーさんを許さなかったのかっていうですねその根本的な原因ですねこの辺について話していけたらなというふうに思っております。えー、まずなんですけども まあ、松本人志さんのですね、件に関してはですね、やはりかなり擁護派の人たちもですね、多くてですね、まあその件についてですね、かなり生きり立ってる感じはありますよね。はい。まあ、いわゆるその週刊誌に対してですね、えー、あんなのは根も葉もないですね、デマだとかですね、はい、まっちゃんははめられたんだとかですね、嘘ばっかりがいて人の人生を変えてしまう文春名みたいなね、まっちゃん早く戻ってきて、みたいなですね。まあそういった意見が結構あったりもします。はい。まあ、実際問題ですね、そのね、えー、その飲み会に参加していた AV 女優の下月ルナさんがですね、まあひたすらですね、情報発信といいますか、 もう週刊誌は嘘なんです、あんなの嘘なんですっていうふうに言い続けて、それにですね、引っ張られるような形で、そうだそうだ、その通りだ、まっちゃん頑張れ、ルナさん頑張れみたいな感じで,ですね、まあ、その、いわゆる擁護派の人たちのがで生きり立ってるっていう状況なのかなっていう気はします。はい、でですね、そんな中ですね。 その松本さんがですね、まあ、テレビに出演したくなってですね、えー、そのワイドナショーをね、まあ、現在は東野幸治さんだったりとか、田村淳さんだったりとか、あとは今田幸治さんとか、まあ、そうの方々を回してね、やってらっしゃるわけなんですけども、今回ですね、そこにベッキーさんがですね、コメンテーターとして出演したわけなんですよね。はい。まあ、ベッキーさんといえばですね、えー、髪の色がですね、今ね、真っ黒じゃなくてですね、金髪になってるんですよ。金髪。うん。まあ、もともとですね、ハーフの方なんですよね、ベッキーさんってね。はい。えー、だから、なんかすごいね、なんか本当に、もう本当に分かりやすく外国の方みたいな感じになってるんですけど、 はい、でですね、まあ、そんなベッキーさんがですね、なんとトレンド入りするくらい炎上しちゃったんですよね。で、これなんでかっていうとですね、あるニュースに対するコメントなんですよね。で、それは何かっていうと、今ね、結構話題になってるその自民党のですね、まあ、議員さんがですね、いわゆるその、 自分たちで開いた会にですね、なんかあの、えー、なんかダンサーの人っていうんですかなんか、うん。ものすごくですね、なんか過度な、まあね、面積の少ないですね、衣装を着たですね、まあ美人なダンサーたちが踊り狂うみたいなね、過激ダンスショーっていうんですかなんか、まあああいった人たちをね、まあコンパニオン的な感じで呼んでいたと。はい。そしてなんかね、自分の膝の上にね、座らしたりだったりとか、なんかチップ、チップですかお金ですね。それをですね、口と口でこうね、えー、渡し合うとか、なんかそんなことをしていたってことが報じられて、大炎上してますよね。うん。まあ確かですね、辞任した方もいらっしゃいましたよね、確かね。はい。 で、その件に関してですね、なんか多様性の、ね、多様性が云々んかんぬみたいな感じでですね、はい。まあ昨今ですね、ここ数年ですか、うん、世界全体でトレンドとなってるですね、こう多様性という言葉をですね、言い訳に使ったっていうのもあってですね、まあその結果、まあより大炎上しちゃって、いろんな番組でもですね、めちゃくちゃね、取り扱われてるっていう感じですよね。で、まあワイドナショーでもですね、その場ね、ニュースをえ報じたわけなんですよ。で、そこでベッキーさんがですね、何をね、言ったかっていうとですね、まあいろいろ言ってるんですけども、まあ、めちゃくちゃ簡単にガガッとまとめてしまうんであればですね、 ベッキーさん曰くですね、ちょっとあまりにもドン引きしたと。ねはい、今の価値観に合わなすぎるどうなんだみたいなですね。はいまあ、いわゆるその ベッキーさん自身がそれを見て引いたこと、そして、この人たちの価値観でどうなってんのと。令和のこの時代にこんなことまでやってんだみたいなね。こんな大騒ぎをとね。はい。どうなんだっていうふうに、その価値観に対してですね、強くですね、否定したっていう感じなんですよね。はい。で、そしたら何が起きたかというとですね、なんとですね、ベッキーさん批判の声が殺到したわけなんですよ。うん。で、この理由としては何かっていうとですね、僕も SNS の方ですね、いろいろチェックしたんですけども、まあ、皆さんが言ってることっていうのは大体一緒でして、うん。 要はですね、ベッキーさんって昔にさ、ほら、え不倫があったじゃないですか。ゲス不倫なんて言われてね。あの、ミュージシャンの方とですね、不倫をして、そしてその際にですね、最初それが報道されたわけですよ。確かに文春だったかなうん、だったか、うん、だったと思うんですけど、報じられて、その後に記者会見を開いたんですよね。で、そこで、そんなことが一切ありませんっていうふうに完全否定をしました。そしたらですね、それに対してですね、週刊誌がですね、そのベッキーさんと不倫相手の男性とのですね、まあ、親密な LINE っていうんですか、そういうのを公開したわけなんですよね。そしたら、まあ、いわゆるあ、記者会見でやったのも だっ,たんだってことが分かってベッキーさんはですね活動休止状態になりました。うん まあ、ベッキーさんといえばですね、まあ本当に若い頃からテレビ、10代の頃から,からとかで、ね、常にテレビとか出てらっしゃって、なんか元気いっぱい明るく純粋なベッキーですみたいなですね、そういうすごいね、好感度の高い方だったってのもあってですね、それがまあものすごくギャップとしてですね、強く報じられたわけなんですよね。そしたらですね、ベッキーさんは完全に仕事を失うっていう形になって、数年間ですね、テレビから見なくなりましたよね。はい。まあ現在はですね、仕事も復帰されていて、徐々に仕事の数も増えて、あともうベッキーさん結婚されたんですよね。確かに結婚された子供も、お子さんも産んでですね、まあいわゆる、まあ、 ねえー、昔ほどですね、めちゃくちゃ出てるわけじゃないけども、まあね、普通にタレントさんとして完全復帰したっていう感じで、今はテレビに出てるっていう感じなんですよね。うん なんですけども、いわゆるそのベッキーさんに対してですね、そのね、えー、その攻撃してる人たちが言ってること、えー、炎上して、その SNS のトレンドに入るくらいですね、なってしまった理由としては何かっていうと、お前が価値観とかうんぬん言うなってことなんですよね。はい。その、えー、自民党の人たちを見てですね、ドン引きしたとか価値観があって言ってるけど、ね、お前なんて不倫したろかみたいなね。はい。不倫して、ね、記者会見で嘘までついておいて、そんな奴が何言ってんだよ、この野郎、ドン引きしたじゃねえよ、みたいな感じですね。えー、ベッキーさんに攻撃が集中したわけなんですね。はい。そしたらですね、なんとベッキーっていう名前がですね、SNS のトレンドに入る事態 になるというですね、えー、ことが大きかたというわけです。はい、えー、でですねでうん。 僕ね、この件に関して何を思ったかっていうとですね、はい。まあ、結構ね、僕ね、その SNS のコメントをね、ちゃんと逐一見ていったらですね、あの、いわゆるそういう人たちって、まあ、ワイドナショーを見てる人たちっていうのもあってですね、その松本人志さん、擁護派の人も結構中にはいらっしゃったんですよね。はい。で、そういった人たちが、おい、ベッキーお前ふざけんなよ、みたいな感じで怒ってたりするわけなんですよ。うん。まあ、つまりですね、そういう人たちからすると、松本人志さんのことは擁護するんだけども、ベッキーさんに関してはですね、許さないっていう感覚なんですよね。はい。まあ、もちろんですよ。もちろん、ま松本人志さんの件もですね、現在松本さんが否定 していていいこれれかかかからら裁判が行わわるからどっちかまだかんないで、それに対してですね、ベッキーさんはですよ、もうすでにその記者会見で嘘をついたところも全部認めてね、謝罪してらっしゃるわけですから、こっちに関しては黒って確定しちゃったはい。まあ、つまり、その松本さんの件に関してはですね、グレーっていうね、一応今の立ち位置はそうかもしれないけど、ベッキーさんはもう黒って確定したわけだから、だから、まあ、ベッキーさんは許さないっていう感覚なのかもしれません。はい。えー、でもですよ、でも、うん。 ね、冷静に考えてみるとって話なんですけど、ね、いわゆるその松本人志さんの擁護をしてる方っていう方で、ね、よく言いがちなのは何かっていうとですね、その、え、週刊誌がまず許せないと。人のプライベートを根、ね、掘り葉掘りですね、えー、証拠もないのにですね、あさってそれを記事にして、そしてその人の人生狂わせるなんだってどういうことなんだっていうね、そういった主張をすごくするわけなんですよね。うん。まあ、ただなんですけども、じゃあそれで言うんだったら、ベッキーさんのことも擁護してあげようって思いますよね。はい。だってベッキーさんだって週刊誌にですよ、プライベートについてさらされて、こういった事態になったわけじゃないですか。うん。ね、ですよね。はい。 はいえー、松本さんのプライベートを晒すなんてなんてやつなんだとね、えー、そんなのプライベートなんて関係ないじゃないかっていうね、えー、そんなのをね根掘り葉掘りね、えー、調査してろくでもない週刊誌も言っていんだったらベッキーさんに関しても同じ論調でまずは用護してあげないと可哀想じゃないですかって僕は思うんですよね。うん。はい。 ベッキーさんのね、プライベート暴きやがって確かにベッキーさん封不ししたかもしれないけども、芸能人のプライベートをそんな風にあさってね,をね、個人でやり取りしてる LINE まで入手してそれを晒さらすなんってなんてやつなんだっていうですね、そこに関しては怒んないんだなっていう風に思うんですよ。はい。で、さらに言うとですよ、さらに言うと、うん、ベッキーさんがやったことって、やったというか、そのね、やらかしてしまったことって、別に刑事罰が下る可能性のある犯罪なんかでは全然ないわけなんですよね。はい。全然ないわけですよ。まあもちろん民事で慰謝料とか請求してね、どうこう奥さん同士な、奥さんとかに出してなるとかいろいろあるかもしれませんけども、うん。 何にせよですね、別に刑事罰が課されるような前科がつく可能性があるようなものではないんですよね。はい。で、対して、松本さんの件に関してはですね、さん、複数の女性が証言していて、ね、被害を訴えていて、かつその中の3人ですよ、その3人の女性はですね、性加害を受けたとまで言ってるわけなんですよ。はい。同じですね、いわゆるその芸能人のスキャンダルっていう点で考えると、ベッキーさんのね、件なんて、松本さんの件に比べると可愛い,いもんじゃないですか。ね、にもかかわらず、未だにですよ、ベッキーさんの不倫は許せん、不倫をしたお前がとか言ってるのは、え、これどういう といことって思いますよ、ね、うん。 ね、って思っちゃうんですよ。はい。で、なんでこんなことが発生してしまうかっていうと、まあ、結局これ答えは一つで、やっぱりね、松本さんっていうのはですね、人の人生を変えるくらい影響力のあるですね、ファンが多い人だからってことなんですよ。はい。そう、もうちょっと言い方をする、言い方を変えるとするんであれば、何を言うかじゃなくて、誰が言うかってことがやっぱり人間ってポイントなんだなって僕思いましたね。はい。えー、というのはですね、やっぱり松本さんっていうのはやっぱりお笑い界、ね、芸人界では本当に偉大な人でして、いわゆるその視聴者のですね、価値観とか人生を変えたくらいの人なわけなんですよ。はい。 その人の価値観や人生ね。うん。まあ今でもたくさんの芸人さんが活躍されてますけども、やっぱりですね、今活躍してる芸人さんの中で、この人に価値観を変えられたみたいな人、人生を変えられた人ってあんまいないと思うんですよね。うん。やっぱりそれは松本人志さんのね、偉大な功績であるわけなんですよ。はい。で、そうなってくるとですね、やっぱり、その、じゃあそのね、自分の人生や価値観を変えてくれたあの松本人志さんに何かあったって時にね、松本人志さんのことを信じたい。ね、週刊誌の方が悪いこと言ってる。どうせ松本さんの方が勝つ、真実さっていう風に言いたい気持ちも、は、わかんなくもない。 で,すようん、で対して別にベッキーさんに価値観とか人生なんて変えられたりとかねその人はしてないわけじゃないですか。ねってなった時にベッキーさんのことはたたくけど松本さんのことは擁護するっていう状況が生まれたんじゃないかなっていう風に、うに、ん、僕は思うんですよね。はいだってですよ皆さん冷静にもっとまたこれも考えてほしいんですけどね仮にですよ仮になんですけども。うん 松本さんと全く同じ報道ね。全く同じ報道、内容の報道を普通の一般人の会社員の方がされたとしましょう。ね。その時ってどう思います皆さん。ね。今みたいなね、えー、流れになってると思いますはい。SNS 上でですよ、松本さん用語派って人が立ち上がってですね、それに対してわーわーわーー言ってですね、はい。まあなんだったらですね、東国原さんだったりとか、あとはね、えー、橋本徹さんといった、そういった過去に文書にいろいろ書かれてたね、有名人の方がですね、えー、そのいわゆる松本さん用語に回ってたりもするわけじゃない要は、著名人の方が用語に回ってたりもするわけですよね。うん。でもこれ もも、ももう一回言いますけどももしも松本ひとちさんと全く同じ報道が一般人の普通のサラリーマンのおっさんにされた場合世間の人って彼のことをそこまで擁護しますかね著名人が彼を擁護しますかね彼のニュースを、ね、引用してまで擁護しますかねって話なんですよ、うん。そんな擁護なんて一切起きずにうわ気持ち悪いおっさんこんなことやってんのかもう十何人にも告発されてるじゃん最低だなこんな飲み会ばっかやってたのかっていうふうにそのね顔も名前も知らないどっかの一般人の日本に住んでるおっさんね,ね世間から叩かれてはいをっし

松本人さんを擁護している人は、そんなね、よくわかんない一般人のおっさんが同じようなニュースを報じられたとしても、同じようなテンションで、このおっさんを守りたい、習慣誌なんて嘘ばっかりだ、人の人生を狂う狂わすな、みたいな感じで、言ってたかなって思うんですよ。はい。じゃあ、もっとリアルなところで言いましょうか。もっとリアルなところで、今は、じゃ一般人だからさすがにって思うとするんであれば、じゃあ、芸能人で例えるとする場合ですよ。芸能人で例えるとするんであれば、まあ別にこれは対話は一切ないですけども、仮にね、あくまで仮にの話なんですけど、じゃあ、本邪魔家の恵さんとかどうですよ、皆さん。本邪魔家の恵さん。はい。 れてますよ、ね、はい仮にですよ仮に皆さんちょっと頭の中ちょっとリアルに想像してみてほしいんですよはい松本さんの今回と同じ全く同じ内容の報道を文春さんが本邪魔かのめぐみさん相手にしたらどう思います皆さんはいどうです皆さん想像してほしいんですよその後の流れはい今みたいなねうん 擁護派がわーって湧き上がって、ね、SNS 上で大暴れするみたいな、そんなこと起きてたと思います。はい。めぐみさん悪くない。めぐみさんはそんなことする人じゃないんだ。週刊誌許せねえぞっていうふうになってたと思います、ね。めぐみさんの場合。どうですリアルに考えてほしいんですよ。リアルに考えるとないでしょ。はい。<laughs> まあ、これはめぐみ、こういうこと言うとちょっとめぐみさんにも悪くなっちゃうんですけど、でも事実そうじゃないですか。ね、おそらくですけども、めぐみさんがそういった報道がされたら分かりやすくですね、うわ、めぐみ最悪だな。めぐみそんなことしたのか。そんなことしといて昼帯のね、MC とかね、イケシャーシャーってやってたの。 なんか許せないな気持ち悪いなこいつって言ってまあそう袋叩きにだって終わりですようんそれで僕は終わりだと思いますよそれこそ橋本徹さんだったりとか東国原さんみたいな著名人が立ち上がったりすることも果たしてあったのかなって僕は正直言って思いますはいそうつまりねつまり何が言いたいかっていうとやっぱり今回の件っていうのはその松本さんっていうですね人の人生だったりとかね価値観に偉大な影響を与えたいわゆるそのね日本が生んだスターねお笑い界のスター神様なんですよはいでそういった人たちだからこそ、まあ、こういった意見が出るんだよなっていうふうにね、はい 一般人のおっさんが対象者だったり、めぐみさんみたいな、同じゲームでもめぐみさんとか相手だったら、こんなことにはならないよねと。はい。人間って結局ですね、何を言うかじゃなくて、誰が言うかでしか基本的に見れなかったりするわけなんですよね。はい。そして、何を言うかじゃなくて、誰が言うか、誰がされてるかっていう、ここ、もう人物の、この部分にしか興味がない、そこでしか判断できない人が多いからこそ、今回のね、ベッキーさん。ねはい、えー。松本さんのことは擁護してもですね、ベッキーさんのことは許さないという風な、よくわからないですね、価値観の人が生まれてしまうというね、話だと僕は思いました。えー、はい。 はい。というわけでですね、今回はこれで終わります。こんな先生、ちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの下はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。